ガストン・レーフはベルギーの元陸上競技選手である。彼は1948年に開催されたロンドンオリンピックの5000メートル競争で金メダルを獲得した。レーフは陸上競技に取り組む前、ボクシングとサッカーの選手だった。陸上競技への転向後、彼は1948年のロンドンオリンピックと1952年ヘルシンキオリンピックの2回、 ベルギー代表として5000メートル競争に出場している。ロンドンオリンピックの5000メートル競争は33人の選手が出場して7月31日、8月2日の日程で実施された。選手たちは3つの組に分けられて予選を競い、各組の上位4名までが決勝に進むことになっていた。レイフは予選3組で、 オランダ代表のビムスライクハイスに次いで2位に入り、決勝に進んだ。決勝では、チェコスロバキア代表のエミールザトペックを0秒2の差で、抑え、当時のオリンピック記録を更新する14分17秒6で優勝し、金メダル獲得を果たした。4年後に開催された、ヘルシンキオリンピックの5000メートル競争は、45人の選手が出場して7月22日。 7月24日の日程で実施された。今回出場した選手たちは3つの組に分けられて予選を競い、各組の上位5名までが決勝に進むことになっていた。レーフは予選1組でフランス代表のアラン・ミムーン、フィンランド代表のイルマリ・タイ・パレに次いで14分23秒8の記録で3位に入って決勝に勝ち残った。しかし決勝では途中棄権に終わり、 連続のメダル獲得は果たせなかった。その他の主な競技会では、1950年に、ブリュッセルで開催された第4回ヨーロッパ、陸上競技選手権大会で、ザトペック、ミムンに次いで14分26秒2の記録で3位に入り、同メダルを獲得した実績を持っている。なお、レイフは1949年8月12日から1955年5月14日に、 かけて3000メートル競争の世界記録保持者だったのを、はじめ15年間の選手生活中に2000メートル競争などで世界記録を3回更新している。彼は1992年5月6日に故郷で死去した。オリンピックアスリーツボーンインブラインエルアリオ、ブラバン・ワロン、ベルジャム2012年4月22日閲覧。ベルジャム・アット・ザ・1948ロンドン。 サマーゲームズ2012年4月22日閲覧。ベルジャムアットザ1952ヘルシンキサマーゲームズ2012年4月22日閲覧。アスレチックスアットザ1948ロンドンサマーゲームズメンズ5 0 0 0ズラウンドワン2012年4月22日閲覧。アスレチックスアットザ1948ロンドンサマーゲームズ メンズ5 0 0 0ズフィナール2012年4月22日、閲覧。アスレチックスアットザ1948ロンドンサマー、ゲームズ、メンズ5 0 0 0ズ2 0 1 2年4月22日、閲覧。ABC、ガストン・リフ・ランナー、71パブリッシュド、メイ・レイ・ハチ、1992ニューヨーク・タイムズによる、不法、2012年4月22日、閲覧。 アスレチックスアットザ1952ヘルシンキサマー、ゲームズ、メンズ 5000m ラウンドワン2012年4月22日、閲覧。アスレチックスアットザ1952ヘルシンキサマー、ゲームズ、メンズ 5000m フィナール2012年4月22日、閲覧。アスレチックスアットザ1952ヘルシンキサマー、ゲームズ、メンズ5 0 0 0ズ2 0 1 2年4月22日、 閲覧。エウロペアンチャンピオンシップス2012年4月22日、閲覧。12th IAAF アールドチャンピオンシップスインアスレチックス IAAF スタティスティックスハンドブックベルリン2009 2012年4月22日、閲覧。ガストン・レーフ国際オリンピック委員会ありがとうございます。